はい、皆さんこんにちは。司法試験令和5年司法試験分析会広報系、始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、実際に受験された方お疲れ様でした。まあね、1ヶ月近く前のことなんで記憶は若干薄れてるかもしれませんけど、まあ憲法なんかは結構面食らったんじゃないかなと思います。まあ、生存権は、まあ、出るは言われてるんだけど、それほど出ないですよね。ノーマークの人も多かったのかもしれません。で、行政法も、まあ、処分制とか、まあ、裁量とか、まあ、一般的なこと聞かれてるんですけど、ちょっとね、設問2の9条2項じゃないんだけど原告適格あるかなってとこは迷われた方もいらっしゃるかもしれません。じゃあね、まずは憲法についてお話をさせていただきます。で、この憲法すごくね、まあ、人によってはショッキングな話かもしれません。で、この憲法実はですね、理論ではそんなに差がつかなかったんじゃないかなと、当てはめの方が、ね、差がついたんじゃないかなと思われる問題です。でね、最初に少しそのお話をさせていただきます。で、いきなり今日ね、この分析会広報系っていうレジュメお持ちだと思います。これのレックの回答例見ましょう。映しますね、プレゼンターにも。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらのレックの回答例、令和5年司法試験広報系第1問回答例。これね、司法修習生が作ったみたいです。私の問われではありません。ちょっと見ていきましょう。第1、設問1、受給資格の年齢要件。一緒にこれね、重要なんで読んでいきましょう。括弧1、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利と、明確に文言にも表れているように、憲法25条は、国民が国家に対して立法その他必要な措置を講ずることを要求する抽象的権利の性質を有するものであると解する。そして、憲法25条1項の規定を具体化する立法がなされれば具体的権利となり裁判規範性を持つようになると考える。はい、ここまでは別に問題ありません。この次見てね。そして遺族年金は被保険者が死亡したときそのものの遺族に支給される括弧新遺族年金法骨子第2ため具体的権利として保障される年齢要件が課せられることにより支給がなされない場合が生じてしまうため支給される権利を侵害する。どうです皆さん、これ大丈夫？この答案全然ダメ。これでも受験生よくある間違いなんですよ。で、すごく全開すると説明不足って言えなくもない。で、どういうことかっていうとね、これ簡単に言うと、この一般的な抽象的権利説って具体化する立法がなされれば具体化権利になるんですよね。ってことはこれね、この抽象的権利説っていうのは生存権は具体的な立法があれば具体的立法のおかげで具体的権利になるんですよね。ちょっと見にくいかな。この一般的な抽象的権利説というのは具体的立法があれば生存権が具体化になる。でもね、これって要するにこの立法があるがゆえに生存権が具体的権利になった。親が立法で子が生存権。でも具体化した生存権がなんで立法を殺せるんですか？攻撃してることになりますね。命を与えられたのに逆に攻撃できるっていうのはこれ論理矛盾なんですよ。だからこれできない。実はですね、一般的な抽象的権利説って法令違憲には使えないんです。立法は攻撃できない。それね、結構勘違いされてる方がいらっしゃるんですけど、そこは違います。で、このお話もね、後でちょっとさせていただくんですけど、先にね、じゃあこの回答例 0 点かというと全然そうではなくて、この回答例ね、全然合格できる、むしろトップレベルだと思います。なんでか、ここ間違ってます。確かにこれ明確な間違いです。しかし憲法はそれだけでは点数が決まらない。ちょっとね、せっかくの分析会なんで、そのお話も、最初の方にさせていただきたいと思います。
で、九州からね、司法試験やってる方も、最近司法試験始められた方もいらっしゃると思います。ただね、司法試験って歴史長いので、旧司法試験のエピソードを少しお話しさせてください。私この分析をやるにあたって昔の司法試験の考え方を知るためにちょっと本棚から古い本を取り出しました。まあ、名前出しちゃうと問題なんで、某愛塾の愛先生という方の、ね、本を読むと、憲法と刑法は公法系だから、当時まとめて公法系って言ったんですね、ロジックの積み重ね間違えてしまうとこう点数がつかないみたいなことを書いてありました。で、これはね、こと今の司法試験も刑法に関しては正しい。刑法っていうのは最初の判断間違ってしまうと論点がずれちゃうことあるので確かに点数にならないです。で、もっと言っておきますと、昔の司法試験憲法そうだったんですよ。特に統治なんかは最初のロジック間違えちゃうとずれちゃうってことあった。でもね、今の司法試験は仮にここ間違えたとしても当てはめで適時する事実が当たってれば点数入るし、事実の評価当たってればそこで点数入るし、結論としてはね、点数いろんなところで入ってくる可能性があるので受かるわけですよ。なのでここは致命傷にはなりません。ただし、せっかく分析会来ていただいたんで、皆さんここはね、ぜひ、知っておいていただきたい。それからこれからの勉強のね、話にもつながるので、ぜひね、やっておきましょう。で、講師のオリジナルレジュメって本見てください。講師のオリジナルレジュメでちょっと生存権の法的性質についてやっておきましょう。で、ここね、しっかりやってなかったって人は今日マスターすれば何でも問題ありません。じゃあ生存権の法的性質、まず1番、プログラム規定説というのがあります。憲法25条は国の政治的道徳的義務を定めたに過ぎない。で、この説に立つと法的権利ではない。生存権侵害に対し憲法上は何もできないということになります。ただ注意してくださいね、これ憲法上って書いたのは、プログラム規定説とっても例えばね、行政法レベルで裁量権の逸脱乱用なんかは論じることはできます。だってあれは法律レベルの話だから、憲法として使えないっていうだけです、プログラム規定説。いいでしょうか。そこはね、結構重要です。なので憲法の条文使わずに法律レベルの議論で違法だっていうのはできるんですよ。裁量権の逸脱乱用だとかね、それがプログラム規定説。ところがですね、皆さんもよくある議論として憲法25条1項は権利ってはっきり書いてるからプログラム規定説はおかしいんじゃないかという動きが学者の中から出てきます。そこで提唱されたのが抽象的権利説。これは憲法25条1項の権利の具体的内容は憲法ではなく個々の法律に書かれている。で、そこでこれを抽象的権利とする見解がある。で、3つのレベルに分かれます。で、これね、憲法適合の解釈が抜けてね、憲法適合の次に解釈を入れてください。憲法適合解釈請求権、これレベル1です。で、この憲法適合解釈請求権って言葉は聞き慣れないかもしれないんだけど、これ中身自体は一般的な抽象的権利説、芦部先生の憲法にも書いている抽象的権利説がこれです。これは具体的な法律の解釈にあたり憲法25条1項に適合するよう解釈を請求する権利です。で、この言い回し耳慣れないかもしれないんだけど、本質これなんですよ。ある法律がありました。その法律の解釈にあたって憲法25条1項の価値に重きを置いて解釈する、そういう権利なんです。もっと言うと、裁量があったとして、その裁量の逸脱乱用の判断に憲法25条1項を使って判断できる、これが一般的な抽象的権利説です。ところが皆様方が誤解されるのは、この言い回しがあるから誤解されるんですよ。直接憲法25条に基づく救済をすることはできないが、例えば憲法25条1項に基づいてお金をくれって請求はできないんだけど、立法により具体化されていれば裁判所に救済を求めることができる、こういうフレーズで出てくるんですね。だからこれを勘違いして具体的立法がある、じゃあ生存権具体的権利になった、そこまでいいんですけど、その生存権で立法を攻撃し出すんですよ。それはできない。あくまで立法は攻撃できなくて法の適用、これを攻撃できるだけなんですね。で、次の例見てください。生活保護法25条2項、保護の実施機関は常に被保護者の生活状態を調査し、
保護の変更を必要とすると認めるときは速やかに職権を持ってその決定を行い…という条文があります。でこれね、保護の変更を必要とすると認めるときは職権を持ってその決定を行いだから、要件裁量がありそうですね。保護の変更を必要とすると認めるかどうかは行政に判断の幅がありそう。でここに憲法25条1項を使うとこうなる。保護費の減額を、の判断をする、これ裁量権の行使です、にあたっては憲法25条1項の趣旨に重きを置いて厳格に判断しなければならない。こうやって裁量統制の方向で憲法25条1項を使えるよ、これが一般的な抽象的権利説です。これねすごく大事な話で、だからこのねレベル1の抽象的権利説っていうのはこれごくごくオーソドックスな皆さん使われる抽象的権利説です。これ法令違憲絶対できません。これ法令は攻撃できない。法律自体は絶対に攻撃できない。ただし裁量権の行使とか、これ行政裁量ね、もちろん俺には使えるし、あと行政立法なんかも攻撃できる、当然。あと裁判所の法適用も攻撃できる。こういうことになるんですね。法令違憲は絶対でできないよっていうのは知っておいてください。あ、ただね、法令違憲できないんだけど注意しなきゃいけない、限定解釈はできますよ。要するに憲法に従って限定解釈をするっていうのはできる。要するに法令違憲ってのはこの法律がまるまる全部違憲無効ですよっていうのはできない。ただ限定解釈はあくまで憲法を使って要件を絞り込んでる法解釈だから、これはできます。そういうことになります。いきなり難しい話出てきて面食らったかもしれないけど、実は抽象的権利説って本当にこうなんですね。憲法の学者の先生は、昔の学者の先生は、君たち分かってるよねって体で書いてるだけで立法は攻撃できないんです。それはそうですよね。だって抽象的権利説っていうのはあくまで国会の裁量も重視している説なんで、国会の作った法律自体に文句をつけることはできない。ただその法適用に関しては文句をつけられるよ、そういう説です。でね、なのでこの抽象的権利説は憲法適合解釈請求権といった方が分かりやすいということになります。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ憲法適合解釈請求権といったらなんか似てますよね。これね、間接適用説の使い方に近いんですよ。間接適用説は例えば民法709条の違法性の解釈に憲法の趣旨を盛り込んで解釈する、これも一緒。さっきの生活保護法の例だったら、生活保護法の例の、この保護の変更を必要とすると認める時って要件を憲法を使って解釈していくとか、そういう方向になります。はい、ではね、今日の問題に立ち返って、今日のこの令和5年の公法権問題、抽象的権利説レベル1使います？これなんか法律の解釈とかじゃなくて、法律自体が違憲か合憲か聞かれてるので使えないわけですよ。だから抽象的権利説レベル1だとこの問題は解けない。プログラム規定説も同様。じゃあどの説なら解けるのかっていうのをちょっと見ていきますね。はい、レジュメの続きです。立法請求権レベル2、これは憲法に反するような立法不作為状態が生じ、立法のための合理的期間が経過した場合には立法を請求する権利まで生じるという見解 でこれネーミングの問題で、この見解を具体的権利説と呼ぶ人もいます。これ立法請求権が生じるんですよ。私の生存権が侵害されてるから、こういう法律を作ってくれという権利ですね。
で、例えば例、生活保護法がない状態で合理的期間が経過した。そうすると生活保護法を作れという請求権が生じるわけです。ただし三権分立に反するので立法の義務付け訴訟はできない。立法不作為の違憲確認訴訟や不作為によって損害が生じたとして国家賠償請求ができるに過ぎない。で、昔の司法試験の時代はね、この説とか結構勉強された方いるんですけど、今どうする、皆さん聞いたことあります？聞いたことある方いらっしゃるかもしれないけど、あんまりねメジャーではない。そうなんですよ。ただこの説以降は全部この問題で使います。この説以降だったら立法自体の攻撃ができるから。じゃあね、こんな難しい説使えって言ってるのか、ちょっとそれはね10分ぐらい待ってください。種明かし後でします。最初に学説の文法をやっていきましょう。はい、次、う、一般法適用請求権レベル3で、これ特別法と一般法があって、特別法が憲法の趣旨に反する場合は一般法の適用を請求できるという見解です。で、2ページ目いきましょう。で、これ郵便法違憲判決、これ生存権の例ではないんですけど、生存権以外の話だとこの抽象的権利説レベル3って判例も採用しています。あの憲法の国家賠償請求権ってありましたね。あれ抽象的権利っていうのは大丈夫ですか？あれも具体的な立法があれば、あの主張ができる権利になります。じゃあその国賠の例ね。で、国家賠償請求権は抽象的権利だとした上で、郵便法特別法による責任制限の規定を一部無効とし、国家賠償法一般法に基づき郵政事業に対し賠償を求めうるとした。で、これ何がポイントかというと、結局ね三権分立なんです。あの抽象的権利説の背後にも三権分立はあります。どういうことかっていうと、国家賠償法が一般法ですよね。で、皆さん憲法で勉強されたと思いますけど、郵便法の一部には書き留め郵便や特別送達郵便の責任制限をする規定があったんです。これ特別法ですね。で、この板書に書いてる通り、郵便法は違憲無効だったんですよ。で、ここまではいい。で、今から話したいのはこの後の処理です。国会は郵便法が違憲無効だとするとどういう処理ができますか？言い換えると国会にはどういう選択肢がありますか？これは国会は郵便法が違憲無効だったら別の法律を作ることもできますね。国会はそれか放置して国家賠償法で処理しようと国会は考えることができる。本来どちらの処理にするかは国会が選べる問題なんですよ。ところが郵便法違憲判決はこの国会の選択肢をある意味無視してこっちを適用したんです。裁判所はこちらを適用。で、裁判所が国会の裁量を無視して一般法の適用を選ぶってことは、そのロジックとしてはね、権利がある程度強力でないとできないんです、これ。ってことは抽象的権利説の中でもこれは強力だからレベル3の段階と言われています。レベル3ってのはあの木村壮太先生が言ったレベル付けですね。説でも強い方。で、もしねこの説使うんだったら、これ憲法の答案に生かせるように書かなきゃいけないですね。これね、
加点自由になるんですね。もし郵便法みたいな話が出て一般法と別の法律選べるなって状態だったら、必ずねこれ入れてやれば加点なんですよ。三権分立の点で国会の選択肢を奪い問題だとも思える。選択肢、奪い、ちょっとひらがなで書きましょう。漢字だとちょっと見にくくなっちゃうので、奪い、問題だとも思える。で、この問題意識を出してあげて、しかし、権利が強力だから、救済の観点からそうすべきみたいな感じで流してやればいいです。救済の観点からそうすべき。こんな感じで流してやってください。でね、これ国籍法違憲判決でも同じような話がありました。国籍法違憲判決というのは意味的一部違憲判決をしたわけですけど、それも国会の選択肢を奪っているっていう論点があって、それについては裁判所はちゃんと正面から言及しています。郵便法違憲判決の頃はね、これそんなに意識されてなかったので判決は言及してないんですけど、最近の判決は言及しております。いいでしょうか。じゃあレジュメ続きで例に森林法違憲判決、これも一般法特別法の話で、民法の定める共有物分割請求権を制限する森林法の規定が憲法29条2項に違反するとし、民法の共有規定の適用を認める。これも同じ話ですね。でさらに、じゃあ生存権の例出しましょう。例3、生活保護法が制定された後に80歳以上には生活保護費を一切支給しないという特別法ができた。でこれも特別法は無効で、80歳以上のものも生活保護法に基づいた生活保護費を請求できる。一般法適用するとこういうことになります。じゃあね、この説って今回の問題使えますか。応用で使えるんですよ。一般法特別法じゃなくて前法後法とすれば使えるんですよ。つまり前法は現行制度、で新法が後法でもいいですけどね、後法が新制度案ですね。で新制度案が違憲で他の選択肢ではなくて前法を適用しろって言えるんですね、このレベル3だと。なので抽象的権利説レベル3だと、ちょっと応用になりますけど、この問題は解くことができるということになります。よろしいでしょうか。なのでこの説で書いても当然正解です。じゃあ次ね、もっとレベル高い説があります。レベル高いってのは権利に手厚く考える説、それがレジュメの括弧さんの具体的権利説。これね、言葉通りの具体的権利説っていう場合もあります。なぜなら具体的権利説って抽象的権利説レベル2の意味で使う人もいるからです。で言葉通りの具体的権利説すっごい分かりやすくて、お金請求できるんです。憲法25条1項に基づいて、これね見ていきましょう。
ねじまの続きね。健康で文化的な最低限度の生活は社会通念に従えば憲法上確定できる。で、仮に生存権実現立法が存在しなかったり給付が過小であるならば、それは健康で文化的な最低限度の生活の不作為による制約である。したがって立法不作為の意見確認のみならず具体的な給付まで請求できる。こういった説もあって、実際にお金請求する問題出たらこれ使うしかありません。じゃあここで皆さんに考えてほしいことがある。朝日訴訟ってありましたよね。朝日訴訟は生存権をこのうちの何説で捉えてますか。考え方決まりました。大丈夫ですか。結論があるとどの説でも説明できる。朝日訴訟はなぜか。朝日訴訟の、ね、事例覚えておいてください。あれはね、行政立法を攻撃したんです。厚生労働大臣の作ったものを攻撃した。立法じゃないんですよ、法律じゃない。だからまずね、プログラム規定説でも説明できる。なぜかというと、行政の裁量の逸脱乱用というのは憲法関係なく話せる問題だから。だからプログラム規定説を取ったって学者の先生、それはそれで正しい。で、法律攻撃してないから抽象的権利説でも正しい。だからあれば分かんないです。ところがですね、堀木は法律攻撃してるんです。あれはだから堀木はこれらと違う考え方で、ここに書いてます。4、堀木訴訟の考え方、これ立法行為行政行為を問わず明らかに裁量権の逸脱乱用があれば違憲となる、これ説です。だから堀木の考え方だとすごく緩やかな審査基準なんだけど今回の問題に使える。じゃあね、今回の問題って試験に何考えてたんでしょう。このちょっと難しい学説の議論をやらせるために論じたか。私はそうじゃないと思うんですよ。あのね、この学説の対立って今でもあるんですけど、学者のね、大勢の興味はね、今逸れてる。どっちかというとその抽象的権利だとか立法を攻撃できるとかそういう話じゃなくて、裁量統制の話に動いてるんですよ。だからね、あの別に抽象的権利説でレベル2とか知ってる方使っていただいていいんだけど、むしろこれ堀木ベースに裁量審査の、ね、密度を上げるとかそういう方向で対立点作った方が書きやすいし現代風だと思います。なので私も後で回答を見せしますけど、堀木の規範ベースに例えばね、制度交代してるとか、要するに今既得権益がある人の制度を交代させてるから厳しく審査させるとかなどの要素を加味して審査密度を上げていくっていう方向が書きやすいし現代風だと思います。でこれだとはっきり言ってあの難しい学説対立なんか知らなくても普通に解けます。で特に今回ね、当てはめの誘導がすごく丁寧なんですよ。問題文にの誘導に書いてることにのっとれば割と点数つきます。なので理論はもう堀木の考え方ベースに、制度交代など要素を加味して上げていくとかそういうことを考えた方がいいです。ここまでよろしいでしょうか。じゃあね、これからの学習のためにも生存権どうやって勉強するかっていう話もしておきます。あのこの学説の対立が好きでちゃんと理解できるという方は全部知ってください。でもよくわかんないぞっていう方は抽象的権利説と堀木訴訟の考え方、この2つ知っておいてください。でその上で堀木の規範ベースに審査密度を上げる、審査基準を上げるって考え方でもいいです。いろんな要素を加味して審査基準を上げたりできるようにしておけばそれで十分です。だって判例は堀木訴訟の考え方なんだから。いいでしょうか。であともう一点、これ男女の年齢差が違うことで平等権も書きなさいっていう話もありますので平等権の審査基準も復習しておきます。で大きく分けて2つのアプローチあります。1つは権利内容に着目する方法、足部先生なんかが使うアプローチです。で公団列挙自由は厳格審査が厳格な合理性の基準を用いる。で厳格審査っていうのは審査基準を上中下に分けた時の上、一番厳しい基準
で、厳格の合理性というのは中の下ですね、まあ、中間の基準です。でそれ以外の場合でも対象となる権利の性質を考慮して立法目的と立法目的を達成する手段の2つの側面から合理性の有無を判断する、こういった説です。で3ページで、要するに公団列挙自由に該当する区別かで、該当するなら厳しい審査基準です。で該当しない場合は対象となる権利の性質により審査基準を決めて、例えば精神的自由に関する区別は二重の基準論から精神的自由だから厳しい審査基準、厳格審査基準を使うということになります。で逆に経済的自由に関する区別だったら緩やかな審査基準を使う、これが足部先生流の考え方です。ただね、この足部先生流の考え方、私戻ってたんですけど、ある日ね、昔受験生時代模試でドツボにはまりました。これね、使いにくいとこがあって、その使いにくさっていうのは本質的なこの説の弱点と言われています。何か批判として、これ対象となっている権利を直接主張するのと変わらないという批判がある。どういうことかというと、例、外国に住んでいる日本人 A には衆議院議員の選挙権がないのに、日本に住んでいる日本人 B には選挙権がある。でこれ公団列挙自由の問題にならないなら、いいですか、 A の選挙権侵害で主張できますよね、を判断するための審査基準と A の平等権侵害を判断するための審査基準が同じになってしまう。要するに今の事例論文に出たとして、足部先生の説で書くとね、まず A の選挙権侵害についてって書くじゃないですか、バーッと。そしてね、 A の平等権侵害についてバーッと書こうとするところで筆が止まるんですよ。あれ同じこと書いてないかって、この違いを出すのめちゃくちゃ難しいんですよこれ。なので足部先生の説に立つとき、公団列挙自由に該当するならそれは違うこと書けるからいいんですけど、そうじゃないときは同じこと2度書いてしまう恐れがあるので、これね、正直ちょっと使いにくい説ではあります。もちろんそこがクリアできるなら使っていただいて構いません。で、判例の考え方の方が使いやすいは使いやすいです。で、平等権は不合理な区別をされない権利で、福祉国家である以上ある程度の区別は想定されるので、区別の合理性は緩やかな基準で判断する。判例は一貫として区別は緩やかな基準で判断する。存続殺重罰規定違憲判決もうそうだし、他も全部そう。判例見てください。合理的かどうかっていうことで審査しますよ。国籍法もそうですよ。全部これなんです、判例は。で、実はこれもともと緩やかな基準。で、なんでかというと福祉国家である以上、簡単に言うと福祉国家ってすごい乱暴な言い方すると金持ちからお金取って、貧しい人に分配する。だからそこには区別がもう織り込み済みなんです。だからそんなね、緩やかに審査しますよ。でまた14条1項公団列挙自由は例示列挙であり特別の意味はない。でただし判例、これ対象となっている権利の内容や区別の内容、その区別が本人の努力で克服可能か否かを考慮して合理性を慎重に検討する場合がある。国籍法違憲判決と。で合理性慎重に検討するっていうのは、答案では審査密度を上げるとか審査基準を上げるとストレートに書いておいた方が通用しやすいです。これはいいでしょうか。で批判として、審査密度が上昇しない場合は平等権を主張してもまず勝てないです。でちなみに公団列挙自由に該当すると大抵ね、本人の努力で克服不可能な場合が多いので、判例の基準でも当然審査密度は上がります。じゃあ今回の問題とはちょっと違うんですけど、事例問題で平等権を主張する場面、どんな場面か。まず平等権勝ち筋な場合、権利内容に着目するアプローチならば公団列挙自由か表現の自由など重要な権利の場合、判例のアプローチの場合は区別が本人の努力で克服可能でない場合などで、あとね、もう一個、平等権以外で構成することが困難な場合、存続殺重罰規定違憲判決。あの存続殺の判例って平等権以外で構成できます？できないことはないよ。31条はデュープロセスなんだけど、手続きの法定の適正のみならず実態の内容の適正まで含むと考えて31条違反って言えなくないけど、そんなの議論の蓄積もないし、なかなか難しいですよね。そしたら平等権の方がいいっていう判断なんですよ。じゃあ4ページ目、じゃあ今回の問題の検討に移りましょう。で今回は平等権はすごく論じてほしそうな感じなので、指示に従って考えていきます。じゃあ検討です。で
設問1、違憲側の立場なんですけど、論点は4つ。これね、誘導にはっきり書いてます。丸1。死亡した被保険者によって生計を維持してきた配偶者が、被保険者死亡時に一定の年齢以上でなければ遺族として新遺族年金を受給できないとされていること。で、丸2。現行制度では年齢に関係なく遺族年金を受給できるが、新制度案は被保険者死亡時に40歳以上でないと受給が認められなくなること。これ女性層ですよね。で、丸3。現行制度の下で遺族年金の給付を受けている人が新遺族年金の受給資格要件を満たさない場合、経過措置はあるものの受給資格を喪失することとしていること。で、丸4。夫の場合には被保険者死亡時に55歳以上でなければ受給できないという点。これは問題文の項と X の会話に資料1にはっきりと書いてますので、この4つの問題点はちゃんと読み取って全部触れるようにしてください。あのですね、現行の今新司法試験って言わないんですけど、司法試験は2006年あたりに始まりました。で、この司法試験始まってからもう十数年の蓄積があります。でね、最初の頃は泥船って言って事例に使ってはならない要事情って書いてあったんですよ、昔は。でも今はね、書いてないんです。ほとんどというか全く書いてないことが多いです。だから問題文に出てきた事情は全部使うっていう勢いで書いていってください。そうすれば後方形ってね、比較的点数取れる。地道な作業でマーカーで塗りつぶしていってもいいんですよ。試験当日にマーカーで全部事実塗って、答案のここに書いてるか、ここに書いてるか、ここに書いてるか、それを全部見るとすっごく点数跳ねます。で、それであとはちゃんとロジックを整えていく。だからもしね、後方形点数悪い人はね、アプローチ変えて問題文の事実に即してロジック組み立てるって方向でやっておくと点数伸びる人もいます。まあ、ちょっとね、余談でした。で、これ1から3は、まあ、基本的に25条で論じて、で、4は14条で論じようかな。そんな感じですよね。で、25条は、難しい議論やってても、確かに点数はつくんだけど、それよりは、この問題文の事情を使い尽くした方が点数きますし、あとね、それなりの量になりそうですよね。14条と25条あるから。だから、抽象的権利説がどうこうとか、そういったところはやめて、もう法律の訴訟で、規範あっさり流して、制度交代の場合は審査密度が上がるとか、そういった議論をしていった方がいいんじゃないかなと私は考えました。あとね、ちょっと迷ったのが14条で年齢による差別を論ずるメリットある。これ男女差別は論じます。それはね、論じてほしいみたいなことが書いてるから。そうじゃなくて、40歳以上の人と40歳以下の人で、これここも区別されてるじゃないですか。ここで14条を論じるかって一瞬迷いました。ただね、年齢による差別を論ずるメリットある。あと求められている。で、足部説だと基準同じだし、判例の基準でも審査密度は上がらない。これなんでかというとね、40歳以上だと受給できて、40歳以下だと受給できないのは、厳密によると年齢による差別ではないです。なぜなら今18歳の人も、年を取ればみんな平等に年金もらえるから。突っ込んで考えると、配偶者が早死にする人が損をするとか、そういう問題なんですね。これ配偶者がってつけておいてください。配偶者が早死にすると損だとか、あとはまあ一般論として年金の受給額が変わった時に若い人が損だとか。で、これ結構難しい問題があるし、なんか求められてもいなさそうなので無視しようと考えました。で、性別による差別は14条で論じろと指示がありそうだから、年齢差別は25条1項の中で触れるようにしよう。まあそういうことになります。で、これで違憲側の立場バーッと書いていくんだけど、設問にて反論求められてますよね。で、違憲側の立場に対する反論としてはこれ。まず丸1、最低限度の生活を下回っている時にしか憲法25条1項は使えない。これどういうことかっていうと、憲法25条1項ってのは最低限度の健康で文化的な最低限度の生活を保障してますよね。ってことはですよ、より良い生活をする制度は対象外だと考える学説があります。で、この学説を本当に究極に突き詰めていくと、
生活保護制度以外は憲法25条1項の対象にならないという学説があります。なんでかというと、他の制度ダメでも最後生活保護があるんだったら最低限の生活できるじゃないですか。だから他はいいっていう学説がある。で、ここまでラディカルじゃなくても、あとは最低限度の生活を下回ってるのじゃ憲法25条1項は使えない、プラスまたは審査密度が下がる、要するに緩やかに審査すればいい、要するに最低限度の生活を下回っている時以外はか、またはそれ以外は審査密度が下がる、または最低限度の生活を下回っている以外は審査密度が下がるという学説があります。で、これはね、論じろって指示がありますよ。どこにあったか分かります？最低限度の生活を下回っている時しか憲法25条1項は使えない、あるいは緩やかに審査してよい。これはね、3ページ、問題文3ページの、ちょっと見ておきましょうか、一緒に。真ん中の X さんのセリフにこう書いてます。ここね、私見落とさないでほしいなって思ったところです。3ページの真ん中あたりの X さんのセリフ。生活保護は、っていうところ、ここね。利用しうるすべての資産を活用した上でないと受けられないし、生活保護受給者は資産を有していないか常にチェックされます。ですから、いよいよとなったら生活保護を受けることができるのだから、生活保護以外の社会保障制度の憲法適合性をしっかり検討しなくても良いという考え方には賛成できません。ここにヒントがあるんですよ。知ってる人はね、ちゃんと出せる論点なんだけど、知らなくてもここヒントに書けるようにしてください。要するに最低限度の生活下回っていないと25条1項は使えないとか、少なくとも緩やかに審査するとか、そういう話です。あとやっぱ制度交代してるってとこは触れてください。制度が交代してる、今の制度より悪くなってる場合は厳格に審査しなければならないっていう説があります。ただそれに対しての反論も何か考えなきゃいけない。で、私だったらこれね、誘導には書いてないんだけど、現場思考です。丸2、制度交代の場合は審査密度を上げるとすると、国は既存の制度を抜本的に変えることが困難になるから認められない。これどういうことかというと、確かにね、制度交代って今までの制度で得をする人にとってはかわいそうではあります。でもね、それ言ってたら改革なんかできないですよね。無理じゃないですか。だって国のお金がないのに年金制度いじれなくなっちゃうってことで、そんな説は認められないよみたいなのを書いてきます。あと当てはめレベルの話を書いてくる。で、この反論を踏まえて自説、自説丸1番2項に向上って書いてる。これどういうことかっていうと、判例の考え方は生存権というのは25条1項と2項って一体化してるんですよね。で、2項は向上みたいな話もあるってことは、最低限度の生活を下回らなくても憲法25条1項ってのは使えるんだ、そんな難しいこと言うなって話です。で、基本的に判例もそういう考え方だと思います。堀木訴訟を見ると、要するに立法とか行政とか難しいこと言わないで、著しく明白に不合理だったら違憲なんだ、まあ判例というのはある意味すごくね、ストレートな考え方をします。で、あと丸2、制度交代の話は例えばこんな感じに書く。社会保障の分野は国の財政事情やその他の事情を含め総合考慮しなければならない、極めて専門的政策的な問題である。抜本解決を困難にすると国の立法裁量を著しく縛ることになる、したがって審査密度を上げるべきではない。で、堀木の明白性の原則を使って、あと当てはめレベルの問題です。はい。で、ぐちゃぐちゃ言いましたけど、あとはこのね、特に資料1番のコート X の会話全部答案にこう反映させていけばなんとかなります。で、今日ね、憲法は私書き上げた回答例ありますので、とりあえずこっち見ましょう。5ページからです。で、これ完全回ではもちろんありません。2時間で書くんだったらこんな感じだろうなって感じです。第一設問1、はじめに。申請案は、死亡した被保険者によって生計を維持してきた配偶者が、被保険者死亡時に一定の年齢以上でなければ遺族として親族年金を受給できないとされていること。 ②
現行制度では年齢に関係なく遺族年金を受給できるが、新制度案では被保険者死亡時に40歳以上でないと受給が認められなくなること。丸三、現行制度の下で遺族年金の給付を受けている人が新遺族年金の受給資格要件を満たさない場合、経過措置はあるものの受給資格を喪失することとしていることが憲法25条1項に反する。さらに丸四、夫の場合には被保険者死亡時に55歳以上でなければ受給できないという点が性差別として憲法14条1項に反する、以下詳述する、ということになります。でこれ順番はね、出てくる順番ちょっと変えてます。最後に14条持ってきたかったので、少しそれは変えてます。じゃあ2、憲法25条1項違反について、括弧1、審査基準。判例はある立法が憲法25条1項に違反するか否かについては、国の財政事情やその他の政策的判断を必要とすることから著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱乱用と見ざるを得ないような場合にのみ違憲とする基準を採用する。これは法律訴訟ですね。しかし現在ある制度より悪い制度を導入する場合、すなわち制度交代の場合には学説はより厳しい基準を要求する。でこれね、今年金もらってる人にとっては完全に解約だけど、今年金もらってない人も抽象的には解約なんで、もう全体の制度交代としてここは論じています。でしかし表現の自由のような精神的自由権が侵害された場合には立法過程による改ざんがもはや望めないので、そのような侵害に対しては厳格に審査するが、二重の基準論的な発想を入れ込ん で生存権に関してはそのような立法過程による改善は可能である。でまた財政的事情の考慮や政策的判断を必要とすることから立法裁量は広い。よって立法目的が重要で、手段と目的との間に実質的関連性がある場合のみ合憲となる。でね、この考え方書いたのは受験生の皆さん、こっちの方が使いやすいんじゃないかなと。法律ベースにしていろんな要素を考慮して上げていく場合によっては、制度交代で上げるんだけど、そうは言っても生存権で二重の基準論の発想からはそこまで上げなくていいし、専門技術的判断もあるから厳格な合理性の基準までとどめておく、いいでしょうか。あ、もちろんね、3段階審査とか使う方それでも構いませんよ。別にどんな基準使っても構いません。じゃあ次、括弧に、一定年齢以上でないと受給できない点で、丸一丸二の一定年齢以上でないと受給できないという点の立法目的は、これもね書いてくれてますよね、ちゃんと、まとめて書く。被保険者の死亡後の遺族の生活を守るという遺族年金の趣旨を踏まえつつも、遺族が就労によって自ら収入を確保することを促進することである。でここですね、収入確保の促進です。でこれもね、目的書いた上ですぐにね、重要とか必要不可欠とか正当とか言っちゃう人がいるんだけど、それだとね何も当てはめになってないですね。ただこれね、目的が重要か必要不可欠か正当かっていうのは結構ねさじ加減で決まっていて、はっきりとした 論じ方ってないんですよ。だから私がお勧めしてるのは、目的を適時した上で何か一言入れて重要だろうか結論に持ってってください。それだけでも違います。例えばこんな感じで、ここで国民は原則として勤労して自らの収入を確保することが憲法上も期待されており、まあ、勤労の義務ですよね、憲法27条1項、当該目的は重要と言える。でこれもねよく使うテクニックなんだけど、このように憲法の条文に引っ掛けて何か言えるとすごくなんかもっともらしくなります。別に論理的ではないんだけどね、結構みんなやってます。でそして手段としては、夫死亡の場合には妻が当時40歳以上でなければ、妻死亡の場合は夫が当時55歳以上でなければ遺族年金を受給できないとしたことである。でここで確かに女性がとりわけ40歳以上で新たに正規雇用の職を得ることが困難であることが統計上示されている。これいろいろありましたね、この事情も全部披露で、とすれば正規雇用の職を得ることが困難であろう40歳以上の女性に絞って遺族年金を受給させることは、40歳未満の女性には就職を促進することになり、目的との実質的関連性があるとも思えるとも思える、あるとも思えるとも思えるって変だね、あるとも思えるにしてください。なんか思えるが二重になっちゃうんで、あるとも思えるにしてください。でしかしそもそも新制度案でも遺族年金の定額部分は月9万円である。で私はねここに着目して誘導に書いてないけど叩きました。で皆さんどうです、月9万で働かなくて生活できます？家持ってれば生活できるかもしれない。
でも9万で家借りて追加するってなると、まあ、どの地域でも厳しいですよね、日本全国。なのでそこにちょっと着目して論じていこうと思いました。でこの金額だけで生活は不可能であるので、遺族年金を受給したとしても40歳以上の女性は休職をすると思われる。そして時間的制約等がなければ正規職員の仕事を探すことも十分考えられる。とすれば40歳という線で年金給付の可否を決めることは就労促進という目的達成に役立たない、実質的関連性がない。これ何言ってるかというと、40歳以上の方だけ遺族年金支給にしたってみんな仕事って探すでしょうと。そうすると就労促進なんか考えなくても勝手にみんな就労促進にはなってるから、就労できるかどうかは別としてね、関係ないっていうロジックです。でこのようにある程度自分で考えなきゃいけない部分もあります。これはね、皆さんいろんな考え方あると思います。で次、またシングルマザー、シングルファーザーにとっては時間的制約から非正規労働を余儀なく6ページされることもある。でこの者にとっては40歳の線で就労可能性がそれほど変わるとは考えられない。したがってこの点においても実質的関連性がない。よって一定年齢以上でないと受給できない点は憲法25条1項に反する。で括弧3で、すでに受給権を有する者の受給権が消滅すること。でこれはもっと権利侵害の度合い強くなるって考えができます。こんな感じ。現行制度ですでに受給権を有している者の受給権を消滅させることは具体的な権利侵害であり、で将来抽象的に年金をもらえるかもしれない者の権利よりも侵害の度合いが強度である。具体性が増してるんですよ。で子がいる者にとっては2万円の減収にとどまるが、それでもこの養育にお金がかかるので生活栄光のへの悪影響がある。また子がいない者にとっては月数十万円の収入がなくなることもある。これ最大で月数十万なくなるっていうのが問題文中にありました。これを使って、したがってこの場合審査密度を上げ LRA の基準を用いるべきである。かなり上げました。でここで確かに経過措置として5年間従前の遺族年金の受給を認めるとしている。しかし実際に生活が困難になる者に限っては経過措置の延長を認めるなどより制限的でない手段が存在する。で5年間の延長括弧3年目から減額では不十分である。よってすでに受給権を有する者の受給権を消滅させる点は憲法25条1項に違反するということになります。でこれ違憲の側から立論しろって書いてるので、まあ生存権で LRA ってね、もちろんそういった学者の先生主張される方もいらっしゃるけど、ちょっと無理筋なんですよ。でもちょっと無理筋ぐらいで大丈夫です。あとね、 LRA の基準使った時、これ違憲にするの簡単で、より緩やかな手段を1個書けばいいだけなんですよ。だからこの40歳以上じゃないと一律ダメよりも個別具体的に収入判断で受給認めた方が緩やかな制約になりますね。そういった緩やかな制約を1個書いてやればいいということになります。あとですね、まあ、ちょっと脱線ついでに、 LRA は緩やかな手段見つければいいんですけど、LRA は緩やかな手段一つ見つければ違憲になる。逆に言うとほとんど違憲になるような基準です。でちょっとしたテクニック、まあテクニックというか憲法学上当たり前なんだけど、これね、実態で緩やかな手段見つけてもいいし、手続き面で見つけてもいいんですよ。どういうことかっていうと、これね、より手続き保障がある手段がを見つけてもいいんですよ。より手続き保障がある点でもこれ緩やかになります。何言ってるかというと、まあ、今回の問題を離れて何かね、ある人の権利を、まあ、奪うような処分があったとする。で全く手続き保障がないんだったら、いやいや、せめて告知聴聞してあげてくださいよ、そういう手段を、手続きを保障した緩やかな手段があるから違憲って言えるんですね。だから手続き保障がある手段があれば、これ LRA で違憲にするっていうのはありますので、これちょっと脱線ですけど知っておいてください。いいでしょうか。だからより手続き保障がある手段があれば、より緩やかな手段があるとして違憲になります。
じゃあね、ここまでが憲法25条1項の話でした。じゃあ次14条1項違反についてもいきましょう。で、14条もね、これあんまり書きすぎると最後までいけないので、今回の問題次回配分にすごく気をつけてください。じゃあちょっとね、次いきましょう。3、憲法14条1項違反についてです。判例の見解によれば、福祉国家である以上ある程度の区別は想定されるので、区別の合理性は緩やかな基準で判断する。ただし対象となっている権利の内容や区別の内容、その区別が本人の努力で克服可能か否かを考慮して合理性を慎重に検討する場合がある。国籍を違憲判決と。で、本件は性による区別という本人の努力では克服できない事柄による差別であるので、合理性を慎重に検討し、目的が重要で手段と目的との間に実質的関連性がある場合のみ合憲と考える。こういうことになります。で、立法目的は男女の就労状況、収入の実情に大きな格差があり、それに対応し健康で文化的な生活を営めるようにすることである。で、この目的は結局収入格差を埋めるためなんで、その格差に対応してみんな健康で文化的な生活を営めるようにすることと認定しました。で、確かに昨年の給与所得者の年収では男性平均約600万、女性平均約300万と2倍の格差があり、40歳代50歳代でも 1.5 倍強の格差がある。で、また正規雇用の職員従業員数は45歳から54歳で男性680万、女性340万円と2倍の格差がある。これ綺麗に2倍にしてるんですね、この問題が。論じやすいように。女性がとりわけ40歳以上で新たに正規雇用の職を得ることが困難であることも統計上示されている。とすれば、正規雇用の職を得にくい40歳以上の女性に遺族年金を給付すること自体は合理的である。で、問題は男性に給付しないことが合理的か。で、しかし40歳以上の男性でも正規雇用の職を得られないものは存在する。で、そして、で、私はここで着目して意見と言おうとしました。男女間の収入格差は年齢全体では2倍ですよね。であるものの、なんと40歳以上になると 1.5 倍に縮小してるんですよ。とすると40歳以上ではむしろ男女差は少なくなっている。とすれば40歳から55歳に性別での差異を設けることは統計データに逆行することにあり不合理である。まあこういうことは言えるでしょうね。したがって実質的関連性がなく違憲である。まあこんな感じで書いていきました。でね、この問題、その資料1を使ったら大体書けるんですけど、たまにね、これ違憲かなって苦しいところがあるんで、そこは統計データを何とか使って、ポイントあるんですよ。使えそうなポイントを見つけて違憲だとか、そういう方向で、言ってください。いいでしょうか。なので本当にね、これ生存権の法的性質に構ってる暇は、悪い言い方ですけど、あまりないわけですよ。こういったデータをどう切り込んでいくか、使うかっていうのがポイントになります。で、あと私の回答であんまりナンバリングしてないんですけど、これ昔から私のスタイルです。これぐらいのナンバリングでも別にね、合格できます。もちろんもっと細かくしてもいいと思います。じゃあ次、第2設問に1、憲法25条1項違反に審査基準について。で、反論を踏まえつつ自説を書いてきました。 X は抽象的に制度が後退している点をもって審査密度を上げるべきだと主張する。しかし、そもそも憲法25条1項は健康で最低限度の生活を要求しているので、そのラインを下回らない7ページ限り生存権違反の問題は生じない。あるいは健康で最低限度の生活を下回った場合に厳格に審査をするが、そうでない場合緩やかな審査をすべきであるとの考え方がある。これもね、問題文の指示で論じろと言ってます。で、ここね、ちょっと私も苦労しました。だって説得的なんだもん。条文の要件が健康で文化的な最低限度の生活って言ってるから。で、まあ崩すんだったら、まあ2項に向上ってあるから、そこに過去をつけて何か論じようと思って、まあ、こんな感じで書きました。しかし前者の考え方には採用できない。で、憲法25条1項と2項は一体として解釈されるべきであり、2項では明らかに向上を考えているからである。なので前半の考え方は退きました。で、一方後者の考え方は一般論としては採用できる。確かにこれね、1項2項分離論って昔あったんですけど、最低限度の生活を下回ったらめちゃくちゃ厳格に審査するけど、それ以上の向上の部分は緩やかに審査するっていうのは確かにあり得る発想なんですね。ただ
X の会話に書いてあった生活保護は全ての資産を活用することは求められており、生活保護による生活は実際のところ窮屈な側面もあるとすれば、収入源に対してはまず年金を活用した生活が想定されるのであり、生活保護があるから遺族年金制度については緩やかな審査をすればよいという論理は成り立たない。ここはもう問題文の、会話をそのまま書きました。でまた X は制度交代の場合には審査密度を上げるとする説と、国は既存の制度を抜本的に変えることが困難になり認められないと主張してくることが考えられる。私もそのように考えられる。で社会保障給付は国の財源、文化的社会的諸状況、国民間の平等、その他多種多様な専門政策的判断を必要とするものであって、時には制度の抜本的改革も求められるのである。しかし制度交代の場合に審査密度を上げるとすると改革が困難になるからである、したがって困難になるですね、からであるを消してください。制度交代の場合に審査密度を上げるとすると改革が困難になる、丸、したがって法律訴訟の規範を堅持すべきである、見直してください。いいでしょうか。じゃあ基準の話は片付きました。で当てはめです。括弧に一定年齢以上でないと受給できない点。確かに X の主張する通り、遺族年金の定額部分月9万円だけを見ると遺族年金を受給していても終了することは十分考えられる。しかし月9万円だけを得ても残りは非正規雇用でも生活できるのである。むしろ40歳未満は月9万円の給付も与えないことによって正規雇用の職を探す方向に誘導できるのである。まあ言うとしたらこれかなっていう感じで言いました。でまた40歳未満の一人親世帯にあっても子供が遺族年金の給付を受けられる結果、定額部分で9万円を家庭全体では確保できるのである。で確かに今までの制度と比べると子一人で40歳未満の一人親世帯では月2万円の減収になる。しかし制度全体で考えると40歳未満の子なしの場合は遺族年金なし、40歳未満の子一人の一人親世帯では9万円、40歳以上の場合子なしは9万円、子ありは11万円となり、これ一人親世帯や40歳以上の女性の就労困難性に応じた制度になっているのである。まあ、確かにグラデーションになっていて不合理とまでは言えないとすれば、著しく不合理とは言えない、よって合憲である、そういったことになってきます。いいでしょうか。じゃあ次括弧さん、すでに受給権を有する者の受給権が消滅することで、確かに X の主張する通り具体的な受給権が消滅しているとの見方もある。しかしまだ受給してない遺族年金の具体性はそれほど強くない、これ何かというと今までの制度だとこれからね、来月もらえる再来月もらえれば決まってるけど、実際にもらってるわけじゃないですよね。実際にもらってるわけじゃないお金って消える可能性あるっていうのはそれは当然なんですよ。そこに着目しました。でまだ受給してない遺族年金の具体性はそれほど強くない。もらっちゃったら返せって言われることは普通ないけど、まだもらってない。で遺族年金は非拠出型の側面もあり、非拠出型っていうのは自分がお金年金払ってなくてももらえるっていう側面もあるんです。ただ拠出型の側面もあります。だから両方あるからこういう書き方をしています。でその意味で恩恵的な給付で対価性があるものとは言えず、国の財政状況や政策的判断によって金額が左右されることは当然に想定されるからである。でまた制度交代によって審査基準を変えるべきではないのは前述した通りである。でとすれば括弧2の議論で元より合憲である。でさらに5年間の経過措置というものを設けており、なお一層合憲の方向に働く事情といえる。で5年間の経過措置は合憲性を強める事情に、持ってきます。で2、平等権。 X の主張通り本人の努力で動かしがたい性別による区別なので厳格な合理性の基準を用いるべきである。ここで X の主張通り目的と手段の間に実質的関連性はない、加えて15歳も年齢差を加えることが合理的だという資料は存在しない。で実はですね、15歳が妥当だっていう資料は見当たらないんですよ。そこはね、触れていただきたい。書いてなかったですね。なんで15歳かってよく分かんない。統計データはいろいろ書いてあるけど15歳がいいという統計データはなかった。とすれば男女の役割についての8ページ、ステレオタイプの発想に基づいている疑いもある。でよって目的と手段の間に実質的関連性はなく違憲である、こんな感じで書いていけばいいということになります。
であとですね、レックの回答例もですね、先ほど申し上げた通り最初の抽象的権利説のとこ以外は別に、素晴らしい、答案でありますし全然合格できますので、ぜひねこれも、見ておいてください。であとですね、レックの回答例と私の回答例違うところはですね、例えば、9ページ見てください。今日あのお配りした分析会のレジュメの9ページですね。過去に試験で、あ、近年男女の平等に限らず LGBT 関連法も施行され、平等に対する意識がより高まっている現状から見ると、公団列挙時の性別を単なる例示列挙と見て安易に合憲と判断することは妥当でない、よって立法目的が重要であり、その手段が目的と実績関連性を有する場合に限り合憲となると解説。このように LGBT 関連法なんかのね、引っ張って審査基準を上げるんだ、まあ、そういった発想はまあ一つあり得るかなということで、こういったものもね、考えて使っていってください。よろしいでしょうか。で、皆さんこれどうですか。肌感覚として合憲だと思います。違憲だと思います。これね、実はですね、現行法をあえて書いてないんですね、この問題。で、現行法詳しい方いると思いますけど、遺族年金っていうのは子供いないと出ないんですよ、基本的に。で、逆に言うとこれ40歳以上の女性にとっては、あの遺族年金だけ出たの人は今まで年金もらえなかったのがもらえる制度と言えなくもないので、これなかなか複雑な制度になってる。なので現行法の規定外したんでしょうね。で、現行法はあの国民年金だけ入ってる人は子供いない場、あ、子供いる場合だけ遺族年金もらえて、厚生年金の場合はあの子供いなくてももらえる段階があって、これが不平等になってるから直す法案なんですよ。でもそのこと抜けちゃってる、多分ね難しくなりすぎるから、あのその事情を抜かしたんだと思います。だからちょっとね分かりにくい問題には実際になっております。でね、ぜひこの分析会でも生かして、まあ、もちろん今年合格してるかもしれないけど、してないかもしれないんで、憲法はねどんどん、検査を積んでいってください。で、憲法ねちゃんと得意になればすっごい点数取れます。あの苦手な人多いんで、だからですね、ぜひ苦手な人もですねある程度の答案書けるようにしてください。くどいようですけど、問題文の事実に着目して書くのが一番です。ということで、残り行政法やっていきましょう。はい。で、行政法はね、レックの回答例の前に12ページの問題文見てください。で、行政法もですね、憲法と全然違うんですけど、基本的には会議力とかついているので、その誘導に従って論じていくということです。で、行政法はね、問題文に書いてることと、まあ、他のこともそうなんだけど、会議録に書いてることは全部等しく重要です。なので、そこに書いてる事情とか論点は全部触れていくということになります。その上で、設問もちゃんと見てくださいね。で、13ページ、設問見ましょう。設問1。括弧1。本件解職勧告が取消訴訟の対象となる処分に該当するか否かについて、想定される反対の見解の論拠を踏まえて検討してください。まず処分性の問題です。で、括弧に、D が本件解散命令の取消訴訟を提起した場合を想定し、 D に当該取消しの原告的格が認められるか法の規定を踏まえて検討しなさい。ただし行政事件訴訟法9条2項に検討を行う必要ない。9条2項は論じなくていい。で、設問2、A が本件、適法に本件取消訴訟を提起したことを前提に以下の点を検討しなさい。括弧1、本件申し立てにおいて A は行政法25条2項の重大な損害についてどのような主張すべきか、想定される B 件の反論を踏まえて検討しなさい。で、括弧2、本件取消訴訟において A はどのような違法事由を主張すべきか、想定される B 件の反論を踏まえて検討しなさい。回答にあたっては本件改善勧告及び改善命令が適法であること並びに本件改善命令に手続き的違法はないことを前提にしなさい。だから手続き違法は論じなくていいってことですね。で、4つ論じることあるんですけど、行政法で最初に確認していただきたいことはね、点数の配点です。これ冒頭に書いてますよね。12ページの冒頭に書いてあって、35対25対20対20です。でね、行政法ってね結構処理量が多くなること多いんですよ。司法試験の場合、会社法もそうです。なので処理量多くなって最後尻切れトンボになっちゃって全然書かない人が多いんですけど、最後しっかり点数ありますよね。20、20で40点もありますよ。だからね、行政法はね
ある意味最初書きすぎないっていうのも手なんです。で、処分制ってみんな頑張るじゃないですか。処分制とか原告適格ってまさに皆さんがその死ぬほど勉強してるところなんです。三種の神器ね、処分制、原告適格、訴えの利益。ただそこも頑張ってほしいんだけど、最後に余力を残しておくっていうのが実は一番大事かもしれない、行政法。なのでぜひ余力を残しておいてください。最後もちゃんと書いてください。しっかり配点あります。その上でちょっと処分制から考えていきましょう。で、処分制は必ず判例の定義は書いてくださいね。公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、その行為によって国民の権利義務を形成しのあのやつです。で、あれは当然書けるようにしていただくとして、この問題の処分制の本質って何ですかね。これ手続きが段階的に進んでいくタイプの話ですよね。じゃあちょっと書き出していきましょう。どういう手続きになっているかというと、でまず B 県知事は、調査を命じたんですよね。で、調査と提出指示、調査指示をしたわけです。で、その後改善勧告をしたんです。本件改善勧告。その後本件改善命令をして、でその後役員解職勧告をして、でその後に解散命令ですね。でここで問題となっているのはこの役員解職勧告です。これの処分制です。でもちろんこの役員解職勧告が具体的な権利義務の変動をもたらすものかっていうのを具体的に考えていくということになるんですけど、その前にね、この手続き段階的に進むパターンの問題で考えていただきたいことがあります。この解職勧告に処分制認めた方がいいの？よくないの？これ一長一短あるんです。そこで考えていきましょう。仮にね、役員解職勧告に処分制を認めたとすると、役員解職勧告の違法性はここの取り消し訴訟でしか争えずに、解散命令の取り消し訴訟では争えないことになります。違法性の承継論が使える場合を除くとなるとね、これ不利な側面もあるんですよ。だから処分制ってこの手続きが連続するタイプの問題は、どの段階で争わせるのが適切かっていう問題も背景にあることは知っておいてください。だから役員解職勧告、もっと言うと本件改善命令も処分制認めるっていう考え方も当然ありますよ。命令だからね。だからどの段階で争うのせるのが適切なのか、それを考えていってください。それもね、側面も。じゃあ役員解職勧告の処分制を認める方向の事情を書き出していってください。で今回は公権力の主体たるっていうのはもう
問題ないから、方向化性、いわゆる権利義務に影響を与えるかっていう方向化性が問題になります。メインに。で、勧告ってそもそも行政指導ですよね。法的性質は普通行政指導に処分性認められるのかという話です。じゃあこの勧告の根拠条文見ましょう。これがですね、56条7項。ですね、17ページに書いてます、レジュメので。56条の1項から見ていきましょう。あ、56条見ておきましょうか。条文全部1項。所轄庁はこの法律の施行に必要な限度において社会福祉法人に対しその業務もしくは財産の状況に関し報告をさせ、また当該職員に社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入りその業務もしくは財産の状況もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。調査とか検査で4項。所轄庁は社会福祉法人が法令に基づいてする行政庁の処分もしくは定款に違反し、またその運営が著しく適正を欠くと認めるときは当該社会福祉法人に対し期限を定めてその改善のために必要な措置役員の解職を除くを取るべき旨を勧告することができる。5項。所轄庁は前項の規定による勧告をした場合において当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときはその旨を公表することができる。で6項。所轄庁は第4項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が正当な理由がないのに当該勧告に関わる措置を取らなかったときは当該社会福祉法人に対し期限を定めて当該勧告に関わる措置を取るべき旨を命ずることができる。命令ね、措置命令で。7項これですよね。社会福祉法人が前項の命令に従わないときは所轄庁は当該社会福祉法人に対し期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じまたは役員の解職を勧告することができると書いてます。で1個ね、これ並列したの何ですか。業務停止、役員の解職ってこれ並列してますよね。ってことは1個まず1つ目言えるのはこれ業務停止と並列されているっていうのは言いたいところですね。なので56条7項、法56条7項業務停止と解職勧告が並列している。で、これ何言いたいかというと業務停止って明らかに処分ですよね。これで、これ明らかに処分なものと並列しているってことはこっちも処分だと考えられる。これが一つ。そうじゃないと並列しませんよね。処分と考えられる。これはやっぱ言いたいですね。法律の文言の規定から言ってもし本当に処分じゃないんだったら別の規定に項に持っていくだろう。あとはですね、解職勧告に従わなかったらどうか。今回みたいに8項が発動する可能性がある。8項。所轄庁は社会福祉法人が法令に基づいてする行政庁の処分もしくは定款に違反した場合であって他の方法による監督の目的を達することができないとき、または政党の自由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは解散を命ずることができる。で、あと従わないと相当程度の確率で解散命令につながる。まあ、今回も実際そうでしたね。56条8項です。あとですね、これ9項で弁明が与えられている。弁明があるってことは56条9項か。弁明があるってことは不利益処分と考えている。
これが処分性を肯定するような事情になりますので、これはつら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 上げていただきたい。で、あと従わないと相当程度の確率で解散命令につながるってところで判例に言及する、あの病院開設中止事件の判例に言及するとさらに勝ってんでしょうね。でね、じゃあ処分性マイナスの事情は何か。まず勧告っていう文言、これは当然普通は処分じゃないですね。勧告っていうのは、勧告って文言がある。あと誘導ちゃんと読み解けたかなんですけど、これね、弁明であって聴聞ではないということなんですよ。聴聞ではない、これ何言ってるかというと、本来役職奪う場合に弁明より重い聴聞が要求されているというのが行手の立場なんですね。聴聞要求、これが行政手続き法の13条1項1号派ですね。でも今回はここまでではないから、処分ではないから弁明にとどめた。そういうことになります。でこれをきれいに並べてやれば答案になるってことです。で特にね、最後がちょっと気づきにくかったかもしれないけど、これなんとか気づければね、普通に合格ラインに乗るでしょう。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ回答例、レックの回答例見ちゃいましょう。20ページ。第一、質問1、括弧1です。で1番、処分とは、これちゃんと書いてください。公権力の主体たる国または公共団体のする行為であって、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの、これはね、絶対書けるようにしてくださいね。何度も何度もね、紙に書いたり口で言ったり、どんな手段を用いてもいいので絶対書けるようにしてください。これ書かないと始まらないです。でこれを絶対書けるようにした上で当てはめていく。2の括弧1で、本件解釈勧告は法56条7項を根拠とするため、法律に根拠規定がある公共団体のする行為であり、相手方である役員の意に反する結果を意図するものであるから、権力性もあるとの D の立場で主張することが考えられる。で権力性はあります。でまたこれマークしましょう。医療法上の病院開設中止勧告について処分性を認めた最高裁判決では、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には相当程度の確実さを持って病院を開設しても保健医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらし、保健医療機関の指定を受けられない場合に事実上病院の開設自体を断念せざるを得ないこと、このように病院開設中止の勧告の保健医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保健医療機関の指定の持つ意義を踏まえると、当該勧告について処分性を認めている。でまさにこれ素晴らしいんですけど、まあ、レクの回答例なんで当然ね、ある意味現場でこれぐらい書けるかって問題はあるわけです。ただこんな長くなくてもいいんだけど、行政法ってね、判例の趣旨を説明してこんな判例がありますよ、だからこうですよって書き方よくするんです。なので有名な判例っていうのは自分の言葉である程度説明できるようにしておいた方がいいです。なのでこれ普段の学習からね、ぜひやってみてください。じゃあ病院開設中止勧告事件というのは、まあ、200、300字で書くとどんなものなのか。
コンパクトに書けるか、書けると逆に理解できているということなんで、ぜひやってみてください。で、このように判例1ではこれマークしましょう。自律上の効果を重視して方向化性があるとし、で本件解職勧告についても56条8項によって、これマークしましょう。法56条8項によって解散命令を出し得る県知事による解職勧告が社会福祉法人について発せられると、それ以上役員として執務することが事実上困難となるとして、方向化性があると考えられる。あとは相当程度解散につながるってことを重視してももちろん構いません。で、過去には他方で法56条9項では解職勧告に先立ち弁明、これ絶対触れたいですね。弁明で、これどっちにも持ってきますの手続きが規定されている。このような手続き保障の規定があるということは、解職勧告によって一定の法的効果を生じさせるからであると考えられる。またあえて弁明の手続きを規定したのは、勧告という文言から一見して処分に当たらないようにも返しうるところ、法的効果があることを想定して一定の手続き保障を図るためであると考えれば、やはり本件解職勧告は処分であるとも思える。で、しかしこれマークしましょう。行政手続法13条1項1号派で規定する聴聞、マークしましょう、の手続きは、名当て人である法人に対し役員の解任を命じる場合に行われるところ、法があえて弁明の手続きを規定したということは、聴聞の手続きの前提である解任を命じるといった強度の作用に本件解職勧告が該当しないことと解することができる。で、このため本件解職勧告は役員の地位剥奪の効果を有せず、方向化性が欠ける。したがって本件解職勧告は処分に該当しない。まあ、そういったことになります。いいでしょうか。で、第2設問1括弧にはそのままいっちゃいましょう。これね、原告適格が名当て人じゃない人にも認められるかって話なんだけど、9条2項使うなってことは、名当て人と同視できるとか、名当て人と一緒だと言えるかって話なんですよ。で、確かに解散命令食らう法人の役員って、法人そのものと似てますよね。だからそのことを何とか言えればいいというところです。なのでそこに気づいていただいて、その結論にも持っていっていただければ何とかなる。見ていきましょう。 1D は本件解散命令の相手方に準ずるものにあたるか。で、この点に関し、第二次納税義務者に関する最高裁判例、この判例ちゃんとやってないかもしれないけど、第二次納税義務者ってわかります？例えばね、私が会社の代表取締役だったとします。会社の税金は会社にしか払う義務ないんだけど、私がね、脱税目的で会社解散した場合はこっちに来るんですよ。これを第二次納税義務者みたいに言う、そういう話で、第二次納税義務者に関する最高裁判例では、したる課税処分の全部または一部がその違法理由に取り消されれば、本来の納税義務者からの徴収不足額が消滅しまたは減少することになり、第二次納税義務は消滅しまたはその額が減少する関係にあることを理由に、第二次納税義務者が主たる課税処分について不服申し立て適格を有しているとした。まあ、これ知ってればコンパクトに書けるようにしてほしいです。また差し押さえ財産の共有者に関する最高裁判例、まあ、こっちもマニアックですね。まあ、これも知ってれば書けるようにしてください。では滞納者の財産が差し押さえられた場合の当該財産の共有者は、当該差し押さえ処分の法的効果による権利の制限を受けるから、当該差し押さえ処分の取り消し訴訟の原告適格があるとされた。で、このように判例は行訴法9条2項の対象となる処分の相手方以外のものとしてではなく、これマークしましょう。処分の相手方と一連卓殖の関係にある一定のものを処分の相手方に準ずるものとして原告適格を認めるものといる。まあ、一連卓殖って表現が好きか嫌いかはあると思いますけど、まあ、似たようなことを書ければいい。まあ、例えば当事者と同視できるものぐらいの表現でもいいですよ。要するに原告処分の名当て人と同視できるものは原告適格を有すると。まあ、それはそうですよね。で、判例分かんないよって人も、これ論点分かったら、もう処分の名当て人と同視できるかをガンガン書いていけばそれなりに点数きます。なので判例知らなくても諦めないでください。で、2の括弧1、本件では、でここをちゃんと書く、マークしましょう。本件解散命令が発せられることで A が改選させられ、その役員である理事 D の地位が失われる。連動してるよってところをちゃんと書ければいい。
逆に本件解散命令が取り消されるとことで D は A の理事としての地位を回復することができる。まあこういうことになりますね。で D は本件解散命令に関し A と一蓮托生の関係にある。で過去に従って D は本件解散命令の相手方に準ずるものとして原告的格が認められる。まあこういった話になってきます。よろしいでしょうか。じゃあ次、設問括弧2括弧1、重大な損害です。で14ページ見てください。重大な損害に関してはいろいろ書いてきます。あ、ちょっと待ってくださいね。その前に設問1の括弧2についてちょっと補足しておきます。でね、判例の中身知らないって人いますよね。でちょっと見てください。ここの弁護士 F のセリフ。しかし行訴法9条2項による検討を経ることなく D の原告的格を認める余地がないのかが気になります。事案を意味するとは思いますが、例えば形式的には処分の相手方以外の第三者に当たるけれども、処分の相手方に準ずるものとして不服申し立て的格または原告的格を認めた複数の最高裁判決もあるところですからってありますよね。でこれもし判例知らなかったらね、言い方悪いけど適当にごまかしてください。判例はこれとこれのように処分の名当て人と同視できるものにも原告的格を認めてるみたいに書いておけば嘘ではないんですよ。で本当に抽象的にさらっと書いて本物の問題に切り込んでいけば、判例大した知らないけどまあゼロにはできないなってことで点数入ることありますので、ぜひねごまかし方知っておいてください。でもみんなそんなもんです。こんな判例をね、特に後半の判例なんか一言一句知ってる人なんていないし、押さえてない人もたくさんいると思います。いいでしょうか。じゃあちょっと本題、この弁護士 E 見てください。次に A による本件申し立てについて、今日は行訴法25条2項の重大な損害の要件を満たすかどうかに絞って検討しましょう。重大な損害の有無を判断する上での必要な情報は収集しましたか。弁護士 F。 はい。本件解散命令によって A は経営している社会福祉事業を継続することができなくなるという不利益を被ることになります。これはそうですね。特に A は複数の社会福祉事業を経営している法人ですから、それらの事業を継続できなくとなると A だけでなく多数の A の福祉サービス利用者や A の従業員にも不利益が生ずることになります。でもっとも B 県としては本件改善勧告、本件改ざん命令を経てもA から依然として具体的な改善策が示されていない現状では A の経営基盤は不安定であると言わざるを得ず、これを放置すれば A の福祉サービス利用者の待遇が悪化し、 B 県における A の多数の利用者にも福祉サービス利用上の被害が及ぶことを問題視しているようなのです。で、分かりました。そういえば重大な損害については弁護士に対する業務停止3ヶ月の懲戒処分について執行停止を認めた最高裁決定がありましたね。この決定と今回の A の案件では損害の回復の困難な程度、損害の性質や程度とは異なるかもしれませんが、この決定を参考にしながら重大な損害の有無について検討してください。で、これはね、この誘導を最大限利用してください。で、何がポイントかというと14ページの下がいきます。特にここ、A だけでなく多数の A の福祉サービス利用者や A の従業員にも不利益が生ずる。要するにね、この重大な損害を考えるにあたっては A の損害だけじゃなくステークホルダー、要するに A の利用者とか従業員の損害も考慮できるかって話なんですよ。だからこれ A の損害のほかに関係者の損害も考慮していくということになります。じゃあ A の損害のほかに関係者の損害をも考慮する、これが論点だな。じゃあこの論点を頭の片隅に置いて15ページで指示のあった判例を考えていきましょう。で、中身これ知らなくてもいいですよ。そこまで弁護士の業務停止ってなんとなく想像つきますよね。弁護士が業務停止受けると文字通り業務ができなくなる、裁判できなくなるし新たな営業活動もできなくなる。ってことはですよ、弁護士が業務停止食らうと
不利益を受けるのは本人、クライアント、利用者、あとその弁護士が人を雇ってれば従業員にも迷惑かけるんだけど、この利用者や従業員の損害も考慮できるといった判例のような気がしますよね。まあ、知ってる人はそうなんだけど、想像してください。これらの損害を考慮できるといった判例だと考えてあげて、さも判例を知ってるように書いてあげて、じゃあ今回も多数の利用者や従業員に迷惑をかけるから重大な損害があるんだみたいな方向に持っていくんですよ。そういうふうに問題文の誘導を利用してください。いいでしょうか。じゃあこれを踏まえた上で回答例の方を見ていきましょう。21ページですね。21ページ中ほどやや上、第3節問括弧に1ですね。これ執行停止、行訴法25条2項の要件である重大な損害の有無については、損害の回復の困難の程度を考慮するのみならず、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案することで決する。で、これ25条2項と3項は両方挙げてください。で、当てはめをしていきます。で、この点、最高裁決定では弁護士に対する業務停止3ヶ月の懲戒処分について、当該業務停止期間中に規律が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していた場合、まあ実際31件なんか普通覚えてないですよね。これ多数のとかでもちろん言い換えていいんですよ、こういうのは。で、業務でこれマークしましょう。懲戒処分による社会的信用の低下、業務上の信頼関係の基礎等の損害について重大な損害に当たるとしている。で、過去にこのような重大な損害の有無に判断においては、これマークしましょう。処分の相手方の受ける事業活動上の不利益について、その広範さや業務上の信頼関係を損なうといった二次的影響をも考慮している。で、こんなかっこよく書けなくてもいいですよ。利用者や従業員に与える損害も本人の損害だと言えればいいわけです。で、確かにね、利用者と従業員の損害が即本人の損害にはならないんですけど、利用者や従業員に損害を与えることで、ここの中間項、本人の信頼度が失われますよね。だからさっきの板書の続きですけど、この利用者や従業員に損害を考慮できるのはなぜかというと、この損害によって本人の信頼が低下するという、本人の損害になると考えられるからです。そんなことを触れてやればいいでしょう。よろしいでしょうか。次行きましょう。回答例続きですね。A3 の括弧1です。 A は B 県での社会福祉事業の中核を担ってきた社会福祉法人であり、複数の社会福祉事業を経営していることから、本件解散命令が効果を発することで、で、ここマークしましょう。A のみならず多数の A の福祉サービス利用者が当該サービスの提供を受けられず、また A の従業員の雇用が失われることになる。まあ、これは本当に指示通りですよね。問題文の会議録通り書いていた。で、確かに、で、県側の主張です。この点に関し、 A の経営基盤は不安定であって、このままでは A のサービス利用者の待遇が悪化し、 A の多数の利用者に被害が及ぶという指摘が想定される。これ何を言ってるかというと、県側はいや解散させないと大変なことになるんだ、そっちの被害が大きいんだって言ってるわけです。だから、その被害を比べていく、
比較考慮みたいなことをしていくということになります。しかしやっぱりこれですね、 C が A の運営改善に向けて努力で、あとこれも指摘したい、現にサービスの質の低下といった状況が生じておらず、これ結局何やったかというと、役員に無利子無担保でお金貸したんですよね。でこれ自体すぐに利用サービスに影響を及ぼすものとは考えにくい。もちろん財政基盤が悪化してサービスの質が低下するって可能性はあり得るんだけど、それは現段階で生じてない以上はそこまでじゃない。で A の利用者の待遇悪化の懸念は小さい、このため A の多数の利用者に被害が及ぶ恐れはない。で22ページむしろ本件解散命令は、これマークしましょう、A に社会福祉事業を経営できなくさせる内容のものであり、サービス提供を利用者にできなくなると、社会福祉事業は利用者が日常的に利用するものであって、そのサービス提供が途絶えることによる利用者の生活上の不便は大きなものである。すると A の社会福祉法人としての社会的信用や事業遂行上の信用が毀損されることになり、本件解散命令による損害の回復が困難と言える。で、括弧3、従って本件解散命令については重大な損害があると言える。そういうことになります。はい、よろしいでしょうか。ではですね、次最後の問題は13ページ設問に過去にの指示をもう一回見ましょう。こういう話、本件取消訴訟において A はどのような違法事由を主張すべきか、想定される B 件の反論を踏まえて検討しなさい、回答にあたっては本件改善勧告及び本件改善命令が適法であることを、並びに本件解散命令に手続き的違法はないことを前提にしなさい。で、これ結局ダイレクトに違法事由、解散命令の違法事由を問うてるわけです。で、まず解散命令の違法事由を考えるにあたり根拠条文見る必要がありますよね。必ずそれが17ページの56条の8項、所轄庁は社会福祉人が、これですね、法令、法令に基づいてする行政庁の処分もしくは定款に違反した場合であって、他の方法による監督の目的を達することができないとき、または正当の自由がないのに1年以上にわたって、その目的とする事業を行わないときは解散を命ずるときができる。で、おそらくこれ前段ですよね。で、まず、これね、設問2の括弧には要件検討するんですよ。根拠は法の56条8項。で、まず法令違反ありましたね。法令違反は何条違反というかというと27条、特別の利益供与違反です。だからこの要件は満たしてるんです。27条は16ページに書いてますけど、社会福祉法人はその事業を行うにあたり、その評議員、理事、幹事、職員、その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。これに相当してる。じゃあもう一個は、他の方法により監督の目的を達することができない。この当てはめですね。で、これがあるかの問題です。で、これ論じ方2つあります。はっきり言ってね、理論上の問題でどっちも同じことやるんだけど、これ要件該当性の問題として論じる方法1つ、論じ方1、この要件に該当するか該当しないかっていう法解釈の問題だとする方法が一つで、もう一つの論じ方が、これ裁量あるとして裁量権の逸脱乱用で判断する、要件裁量あり
逸脱乱用の枠組みで論じるのが一つで、これはっきり言って説明の仕方の違いなんでどっちでもいいです。だからこれはもう裁量がない要件該当性の問題だってやれば前者、そうじゃなくて要件裁量があるんだったら後者。ただまあ受験生後者の方が慣れてるかな、裁量の逸脱乱用の方が慣れてるかなって感じで、まあこっちで論じていく方は多いかもしれません。でここでね、これ処分基準ないって言ってます。処分基準ないからこれ個別具体的に判断していくんだけど、これまず絶対量としてどうですか、やったことでね、まずやったことはすごいことなんですよ。だって流動資産の2分の1貸してるんですよ。結構ですよ、流動資産2分の1。しかも無利子無担保。で、ぐいぐい書くんだったら、これね、解散命令が適法側で書くんだったら、さらにプラスしてください。ちゃんと説明しない。よくわかんない、経緯。経緯がよくわからん。さらにまだ返済されてない、弁済されていないってことで結構悪質なようには思います。一方改善は試みてる、でこういった事情は全部拾って、まあ、結論どっちにするにせよ、まあ、違法事由なんでこういった悪いことがあるけど改善を試みているからいいんだっていう方向に持っていくっていうのが一つですね。であとは類似事案の検討です。でですね、これ類似事案ってね、なかなか考えられてあげられてるの分かります？ですね、15ページ見てください。15ページの一番下のね、あ、下から2つ目の F ね、長い F、処分基準に当たるものはありません。 B 県では法56条に基づく監督措置に関し個別事案ごとに判断しているようです。ただ B 県が公表している実績資料をもとに本件に類似すると考えられる事案を確認してみると、これ A と同等の資産規模の法人が理事に対して無利子無担保で1億5000万を貸し付けたことを理由として改善命令が出されたが、当該貸付金が回収されるなど解散措置が取られた事案では解散まで命じられていませんでした。はい、まずこの事案ですけど、本問題の事案より悪質ですか、良いですか、これどっちの側面もあるんですよね。1億5000万と金額が多い点は悪質、一方で回収までされてるって点ではかなりいい。なのでどっちにも使えそうな事案です。これでもう一つ、他方でこれ A よりはるかに資産規模の小さい法人1億円が使途不明金として理事長個人に流出、破産の危機まで陥り、改善命令のが出された後も理事長自身が事案の解明にも全く協力せず、当該使途不明金の回収の見込みも立たずに改善命令に関わる措置が取られなかった事案では解散が命じられていました。でこれは本件より明らかに悪質だって、資産規模が小さいで1億円使途不明金で破産の危機まで陥ってるから明らかに悪質なんですよ。だからこの2つの事例を単に持っていっても解散命令が違法なことにはならない、説明しないとダメ。だって後者の事例出してこういうのが解散命令なんですよって言ったって、いやいやいや、それはめちゃくちゃ悪質だから当然解散命令で、あなたも解散命令だよって言われたら言い訳立たないですよね。だからこれを上げるだけではダメなんですよ。上げてこのラインだって決めないとダメなんです。だからここの論じ方ちょっと難しいっていうのはあります。ということで、あとはレックの回答例見ていきましょう。でレックの回答例22ページですね、第4設問に括弧2です。 A としては本件解散命令について、B 県知事の裁量の逸脱乱用を主張することが考えられる。で括弧2、
で、行政処分は行政庁の専門的判断によってなされるものであることから、具体的な事例に応じた合理的なものとなるよう行政上に判断の余地があり、これが裁量である。他方で裁量は行政処分が合理的である限り認められるものであるから、行政処分が著しく不合理な場合には裁量の逸脱乱用として本件行政処分は違法となる。まあ、ここは全然構いません。で、2の括弧1 まず本件命令は法56条8項を根拠とする。で、これマークしましょう。56条8項で、裁量の逸脱乱用の枠組みでもまず法律の文言から裁量が認められていることはちゃんと書いてください。で、本件解散命令は社会福祉行政を B 県が行うにあたり、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保という法一条の目的に照らし、専門的判断を要するものである。このため本件解散命令には B 県の知事の裁量がある。ここまででいいです。で、そして同条の適用の基準である B 県社会福祉法人指導監査実施要項は B 県知事の裁量行使基準でありって書いてるんですけど、すいませんね、これレックの回答例がね間違ってますね。この要項って別に解散命令を出す基準ではないですね。どこに要項があるかというと、18ページ見てください。第1条、この要項は B 県知事が社会福祉法56条1項の規定に基づき、同法22条に規定する社会福祉法人に対して実施する法人指導監査に関し基本事項を定めるものとする。第3条、類型監査、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地において行う。で、第7条、県は指導監査を実施後、法令または通知等の違反が認められる事項を文書指摘事項に、違反の程度が軽微または改善が見込まれる事項を口頭指摘事項に、また違反が認められない場合でも、で、法人運営の資するものと考えられる事項を助言事項として整理し、文書により通知を行うものとする。で、2項、前項の規定による文書による通知した事項のうち、文書指摘事項については期限を付して改善状況報告書の提出を求め、必要に応じて確認のため再調査を行うものとする。で、これ別に改善命令の、あ、ごめんなさい、解散命令の基準じゃないので、レックの回答で間違ってるんで、ここ消してください。まず同条の適用の基準であるというのは消して、で、B 県社会福祉法人指導監査実施要項は B 県知事の裁量行使基準で、あまでいいんですけど、あからこっちに飛んでください。で、ちょっとね、私の汚い面で恐縮なんですけど、あからこっちに取って飛んで、こんな感じで書いてください。あるが、解散命令の裁量行使基準は存在しない。で、ここで無利子無担保 A の資産の2分の1貸し付け、経緯不明、回収できていない、あとね、実施しないから C への辞職勧告は合理的。ちょっと書き直しましょうか。ちょっとね、ここ書き直しますね。で、続きをこんな感じで書いていってください。裁量行使基準であるの次が、あるが、解散命令の裁量行使基準は存在しない。で、ここで、で、書く要素はさっきの板書書いた要素なんですけど、無利子無担保、A の流動資産の2分の1に及ぶ貸し付け、経緯が不明、回収できていない、
ことから理事長交代しなければ監督できなかったが、実施されなかったことから解散命令は合理的。まあこんな感じで書き直してください。ちょっと長いですけどね。 B 県知事側の主張はこんな感じですね。コンパクトに書くと、でこういうふうに書き直していただいて、で過去にはもうちょっと書き直していきますね。よろしいですか。じゃあちょっとね、次括弧に「あ」に行って、この続きで括弧に「あ」に行っていただいて、しかし本件解散命令の契機となったのは D への貸し付けである。で本件解散命令がなされる際に重視された C への本件辞職勧告は違法な貸し付けの当事者ではない C を対象者とするものである。にもかかわらず C が他人できればしなければ A には適正な法人運営が期待できず、他の方法による監督の目的を達することができないと B 県知事が判断している。でちょっとこれね、あの説明不足なんで、その次にむしろまず D を解職すべきであるって入れてください。ここにむしろまず D を解職すべきである。要するに変なことやったの D ですよね。まあ、C の解職もまあ考えられるんだけど、 D 解職した方がいいんじゃないかっていうのは当然あるので、むしろ D を解職すべきである。でこのような判断は違法な貸付の当事者でない C の解職を重視した点で考慮すべきでない事項を考慮したものである。でまたの次もちょっと足してください。早いですかね。さっきのところはここにむしろ D を解職すべきであるって入れて、次はね、ここのまたの次に C は改善を行っていたのであり C を解職すべき段階にはなかったって入れてください。これ C は改善を行っていたのであり C を解職すべき段階になかったってのをまたの後ろに入れてください。 C は改善を行っていたのであり C を解職すべき段階にはなかった、また C は改善を行っていたのであり C を解職すべき段階になかった、これを入れ込んであげてください。だからむしろまず D を解職すべきであるっていうのと、 C は改善を行っていたのであり C を解職すべき段階にはなかった、まず D だろうと。で D 解職してそれから考えろって話です。でもちろんこれに関しては細かいことでね、 D を解職しないで法人の内部に置いとく方が調査ができるとかそういう話もあるかもしれないんですけど、そこはね気づいたら書いてください。そういう点も突っ込んで書くと加点です。いいでしょうか。じゃあ続き E、このように本件解散命令は要件充足に関し B 県知事の裁量に著しく不合理な点があると言える。で、あ、次に本件解散命令の背景には D への1億円という法27条に違反した貸し付けがあり、これが本件改善勧告及び本件改善命令の理由となっていること、当該勧告及び当該命令では監督目的を達成できないことになる。で、他の事例との比較、この点に関し過去に A と同規模の資産規模で1億5000万円を同様に無利子無担保で貸し付けた事例では解散命令は出されていない。でこの事案では改善措置が取られているところで本件も同じだよって方向に持っていく、A においては C が運営改善の努力をしており、 D への貸し付けの事実経緯も一部判明していることから前述のように他の方法により監督の目的を達することができない状態にはない点で共通する、同規模の資産で同額同条件の貸し付けがあった事例と異なる取り扱いを受けている。でここのテクニックとしては解散命令を認めてない事例があったらそっちとは同じだよって言ってくるんです、無理やりある意味で。解散命令を認めてる事案があったらそっちとは違うよって無理やり言ってやる、これがテクニックです。だから認めてない事例と同じだよって言ってるけど
結局異なる取り扱いを受けてるからおかしい。でまた1億円の使途不明金があり解散を命じられた事例は A よりもはるかに資産規模の小さい法人であったこと、当該法人は破産危機までに陥り理事長が事案解明に全く協力しなかったというものである。このため本件解散命令は違法活動や使途不明金があった過去の事例と比較し差別的に取り扱っており、平等原則違反である。これはっきり書いてないけど、この悪質な事例事案とは違うよって言っちゃった方がいいです。悪質な事案とは違うよ、だから同じ解散命令で扱うのはおかしいよと言っていく、そういうことです。よろしいでしょうか。解散命令を認めた事案とは違うよって言ってあげて、解散命令を認めてない事案は同じだと言ってやればいい、そういうことになります。はい、ということで、まあお時間になりました。で2時間だったらね、そんなにめちゃくちゃ突っ込んだ解説はできないんですけど、広報系っていうのはね、やっぱり論じ方のヒントみたいなものがたくさんあって、それを掴んで自分なりに回答を作り上げていくって科目です。民法とか刑法と違ってね、民法とか刑法は要件があって効果がこう、必ずしもそういう科目ではないんです。なのでちょっとふわふわしてますけど、逆に言うと覚える量も少ないし、これね訓練すれば訓練するほど点数になります。最初はね答案の形作るのすっごい苦しいんだけど、一回できてしまえばどんどん点数取れるようになりますので、ぜひ得意科目にしてください。事案を使うってのが最後に伝えたいメッセージです。それでは令和5年司法試験分析会広報系これにて終了いたします。お疲れ様でした。